こんにちは。人間関係で転職を考えている方の医療介護専門コーチ山田智子です。今日は時間に遅れてくる同僚にイライラした時の対処法についてお届けします。平気で遅れてくるんだよね。時間を守る。これは仕事の場面だけでなく日常の場面でも大切になさっている方多いと思います。話し合いの時間に遅れてくる同僚に対してイライラした時、まずこのように考えるのはいかがでしょうか。その時の出来事は何？そしてあなたが感じたことは何？出来事は話し合いに同僚が遅れてきたこと。そして感じたことは同僚は平気あるいは気にしていない様子そうに見えたということですよね。出来事に対しては相手も含め対策を考え実行することができるのではないでしょうか。そして出来事と分けてあなたがどう感じたのかを受け止めてあげましょう。遅れても相手は平気そう。するとそう感じたベースにあるあなたのルールに気づくかもしれません。ここまで来た時にはきっとイライラもクールダウンしていることでしょう。あなたがあなた自身を客観的に見られるようになると感情の渦から抜け出しやすくなりますよ。ところで平気で話し合いに遅れてくるの相手の平気ではどのようにして分かったのでしょうか。毎回遅れてくるからですか。事前に連絡がないからですか。もし毎回遅れてくるのでしたら、ひょっとしたら開始の時間がその方の勤務に合っていない場合もあります。部署や担当によって特定の曜日や時間に業務が集中することはよくありますから、たまにだとしたら、当日話し合いの時間を再度お知らせすることもできます。遅れる時には連絡をしてもらうようにお願いすることもできます。あなたの方に何も手立てがなく、相手次第という状況は困りますよね。いくつもの切り札を持っていると、原因や状況に応じて、対処できるのであなたが楽になりますよ。ぜひ出来事に対する対処法を考えてみてください。もし相手の態度にあなたが振り回されていると感じていたなら、全7回の無料メールセミナーを受けてあなたの態度・行動をあなた自身で決められるようになってください。登録方法はYouTube のお知らせにて掲載しております。